ボブ・サンクラー、またはボブ・サンクラールはフランスの DJ である。フランス・ドゥアルンネにて生誕した。少年期より彼はサッカーとブラックミュージックに興味があった。彼は17歳の頃から本格的に音楽活動を開始した。2枚目のシングル I Feel for You は UK シングルチャートで第9位を記録した。2005年 Love Generation をリリースした。 ラブジェネレーションは 2006FIFA ワールドカップドイツ大会のオフィシャルアンセムに採用され世界中で大ヒットした。7枚目のシングルワールド、ホールドオンと9枚目のシングルロックディスパーティーも多くの国でトップ10及びトップ5に入った。シングルワールド、ホールドオンはグラミー賞ベストリミックスドレコーディングにノミネートされた。2010年 アルバムメイドインジャマイカをリリースし、シングルカットされた、アイワナはジャマイカのレゲエシンガーであるシャギーが客演した。このアルバムメイドインジャマイカは第53回グラミー賞ベストレゲエアルバムにノミネートされた。ありがとうございます。